私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今度ママ友と一緒に近くのリゾートホテルに行くんだ。思いがけない穴場というか、こんな近くにリゾートホテルがあるなんて知らなかった。ママ友さん家族で行くからすごく楽しみにしてたんだけど、いきなりこんな LINE が届いたの。なるみさん、お祝いして。お祝いって何のお祝い？実は私、来月結婚記念日なんだ。旦那と5年の結婚記念日。そうだったんだ、おめでとう。おめでとう、じゃないでしょ。ん？おめでたくないの？それはもちろんおめでたいんだけど、そうじゃなくて、もっとほら他に。何を言われているかよくわからないんだけど。おめでとうございます、なんて誰でも言えるじゃない。そんな言葉だけじゃなくて、態度というか、ほら。あ、もしかして、お祝いの品が欲しいってこと？まあ、そんなところかな。お祝い、何か考えておくね。そうじゃなくて、なるみさんって、実は仕事できないタイプ？いや、さっきから何を求められているか全くわからないんだけど。あるじゃない。もっといろいろ考えてよ。私たち夫婦が喜びそうなもの。だからそれを今から考えるって言ってるんでしょ？違う違う違う。今から考えるんじゃないの。はあ？言いたいことがあるなら、単刀直入に言って、遠回しに言われてもわからないよ。そんな直接的に言ったら私が下品じゃない。もっと察してよ、なるみさん。今度りょ、ほらね。何？本当にわかんない。わからないはずないじゃん。私が喜びそうなもの。正直さ、食べるものとかティーカップとか全然嬉しくない。小物は自分で選びたいし、食べ物はなくなっちゃうから。ここまで言ったらわかるんじゃないの。消えるものは嫌で、小物も嫌。そう言われたらプレゼントするものがほとんどないな。洋服とかも小物扱いになるの？洋服なんかいらないかな。そうじゃなくてほら、思い出的な。あなたたち夫婦の結婚祝いとして写真？違うって。まあ、あーもう、なんか考えていることがあるなら直接言って。この時間がすごく無駄。なるみさんがここまで察しが悪い人だとは思わなかった。旅行よ、旅行。旅行？もしかして旅行をプレゼントしろって言いたいの？プレゼントっていうか、なるみさん来月行くんでしょ？高級リゾートホテル。そこに私たち夫婦も招待してほしいなみたいな。ズーズーしいにも程がある。なんであなたの結婚祝いにそんな大金を使わないといけないのよ。結婚記念日って1年に1回しかないんだよ。盛大にお祝いした方がいいと思わない？それって盛大にお祝いする必要があるのはあなたたち夫婦でしょ。なんで私が高級リゾートホテルの予約を取らないといけないのよ。だって私、予約の取り方わからないんだもん。じゃあ予約の取り方を教えてあげるから。そんなに難しくないよ、スマホで簡単にできるし。それじゃ意味ないじゃん。それか支払いはなるみさんのクレカにしてくれるの？呆れた。やっぱりそうやってお金を出してもらうことが目的なんじゃない。お祝いの意味知ってる？お祝いするってことは、なるみさんがお金を出すってことだよ。なんで私が自分で予約しないといけないのよ。それはお祝いじゃない。そもそも私、あなたに旅行のプレゼントするなんて一言も言ってないんだけど。さっきあれだけしつこく聞いてきたのに。私が欲しいものを何度も何度も何度も聞いてきたのに。そうじゃないでしょう。あなたが遠回しに変なアピールしたからこうなったんじゃない。何を言われているのかわからなかったけど、まさか旅行だなんて。普通に考えて、他人の結婚祝いでそんなお金出すはずないでしょ。親戚ならまだしも、ただのママ友なんだから。血がつながってなかったら私たちは友達じゃないっていうの？そういうことじゃないでしょ。じゃあ逆に、私たち夫婦の結婚祝いは何をしてくれる予定なの？高級リゾートホテルの旅行のプレゼントをねだっているんだから、同じくらいのお返しを準備してくれるんだよね。なるみさんには可愛いティーカップあげる。なんでそうなるのよ。旅行と全然釣り合わないじゃない。だって私、消え物が嫌だし、小物も嫌だって先に言ったでしょ。でもなるみさんは別に嫌だとか言ってなかったじゃん。じゃあ何でもいいじゃん。じゃあ食べ物は嫌だし、小物も嫌だ。それで何をプレゼントしてくれるの？プレゼントされる側のくせにちょっとずうずうしいんじゃない？何でももらったらありがとうございますって受け取るのが礼儀でしょ。あなた自分の LINE 見返してみなさいよ。逆によくそんなことが言えたわね。
そもそもよくよく考えてみて、なるみさんと私では収入が違うの。なるみさんはお金持ち、旦那さんは社長さんだし、うちの旦那は一般社員、私は働いてない。それなのにどうして同じ金額のプレゼントをもらえると思ったの？そもそも結婚祝いで何かプレゼントって相当仲がいい人じゃないとしないと思うんだけど。私たち仲いいじゃん。それは初耳。ひどい。とにかく来月行く高級リゾートの予約、私の分も追加しておいてね。あ、私っていうのは私たち夫婦の分だから。予約したいなら自分でどうぞ。予約の仕方を教えるから。だからそれじゃ意味ないんだって。お祝いしてよ。違う形でさせてもらうわ。旅行には招待しないし、お金を出すなんてことはないから。それじゃあね。もう話がわからない人ね。1ヶ月後。すごい、ここのホテル初めて来た。ホテルってもしかして？もちろん高級リゾートホテルだよ。なるみさんたちが今日泊まる予定の。やっぱり勝手についてきたのね。そんなことになるんじゃないかと思ってた。なら話が早いね。私たち夫婦のお祝いのためたくさんお金出してね。だから私は出さないって言ってるでしょ。大丈夫、なるみさん一人に出せって言ってるわけじゃないから。だって今日はなるみさん家族とゆりさん家族とひまわりさん家族がいるでしょ。旦那合わせたら大人は6人もいるんだもん。6人で割り勘したらそんなに高くないよ。じゃあちゃんと私たち3家族にもお祝いしてくれるんでしょうね、同じような金額で。だから何度も同じ話をさせないで。私の家にそんなお金はありません。そんなお金があるならなるみさんに頼まずに普通にここに泊まりに来てるわよ。今日はお互い楽しもうね。あなたが来ていたら楽しむものも楽しめない。そんなつれないこと言わないでよ。それじゃあまた明日連絡するね。数時間後。やばい、ここ超楽しい。お酒もたくさん飲んだし、ルームサービスも頼んだし、マッサージもしてもらったし、サウナにも入った。ここは天国、マジ最高。だいぶお酒が回ってるみたいだね。たくさん飲んだからね。今本当のことを言っても話にならないだろうから、明日の楽しみにしておくか。ん？何言ってんの？なんでもない、楽しんでね。ただ一つだけ心配だから言っておくけど、あまりお金を使わないこと。そんなこと言ってももう結構使っちゃった。久しぶりの夫婦ラブラブ時間だからね。ありがとね、結婚祝い嬉しくいただきます。ダメだこりゃ。次の日。やばいやばい、お金使いすぎた。たらふく飲んで遊んだって言ってたもんね。いくら使ったの？それがさ、今金額聞いてびっくりしたんだけど、60万。なるみさんとゆりさんとひまわりさん家族で60万の支払いよろしく。私たちの結婚祝いなんだからそれぐらい出して当然だよね。まだ寝ぼけてんの？え？自分たちで払わなきゃいけないんだからね。ちゃんとわかってる？何言ってんのよ、結婚祝いだって話だったでしょ。予約は自分たちで取ったんだからお金ぐらい払いなさいよ。私たちはお祝いするなんて一言も言ってない。しかもただでさえ宿泊費が高いのに、その他でそんなにお金を使うなんて、他人のお金だと思って好き勝手やったみたいね。だって私実際にお金出さないし。あなたはお金を出すんだよ。出さないってば。だって私たちそのホテルにいないんだから。は？そんなはずないでしょ。なるみさんたちは今日旅行に来るはず。ちゃんとリサーチしたんだから。それがゆりの旦那さんが少し仕事の都合で日程調整が厳しくて、1ヶ月前に予定の日付をずらしたんだ。空きがあってよかったよ。ホテルの人も心よく対応してくれたし。はぁ？日程変更なんて聞いてないんだけど。だって一緒に行く予定じゃないし、伝える義務はないでしょ。だから旅行に行くのは来週なんだよね。じゃあ待って、ここにいないってこと？60万の支払いは誰がするの？あなたたち夫婦でするしかないでしょ。そもそも私たちお金を出すなんて一言も言ってないんだから。旦那には私がご馳走するって言っちゃったのよ。しかも金額のこと伝えてないから、そんな高級ホテルだと思ってないのよ。昨日飲んだお酒とかもそこまで高いものじゃないと思ってて。そんな説明を私にしなくてもいいよ。旦那さんにしなよ。無理に決まってるでしょ。私がご馳走するって言って連れてきたのに、お金払いません、60万の支払いですなんて言ったら怒られる。そりゃそうだろうね。まあ何でもいいけど頑張って。私はこの後子供たちと一緒に公園に行くんだ。
公園に行くよりももっと大切な話し合いがあるでしょ。私にとってはあなたの愚痴を聞くよりも子供たちと公園に行く方が大切だから。それじゃあ支払い頑張ってね。無理無理無理、こんな大金支払えない。お願い支払いして。なるみさん、ゆりとひまわりとカンナのライン。元はといえばあんたの旦那のせいじゃない、ゆりさん。なるみさんからラインブロックされたことに気づいて私に連絡してきたんですね。あんたの旦那の仕事のせいで予定が狂ったじゃない。仕事なんかやめさせなさいよ。そもそも一緒に行く約束していないのに何をそんなに怒っているんですか。勝手に便乗してついてきてお金を支払わせようとしていたんですよね。逆についてこなくてよかったですね。は？現地でもしユリに遭遇していたらもっとひどい目に遭っていましたよ。今現在進行形でひどい目に遭ってるのよ。どうしてくれるのよ、支払いできなくて旦那が変な目で見てる。もう少し周りを散策したいって適当に言い訳したけど、どうやっても私では支払えない。自分が支払うことのできない額をなぜ人に出させようとするのでしょうか。なるみさんからしたら60万なんて安いでしょ。誰にとってもお金の価値は変わらないと思いますよ。それになるみさんのお金はなるみさんのものです。あなたが自由に使っていいお金ではありません。お願いみんな、ちょっとだけお金貸して。ゆりさん夫婦とひまわりさん夫婦、それからなるみさん夫婦、みんなで割り勘すれば安いじゃない。10万ずつでいいから出してよ。あなたのために出すお金は1円もありません。しかもそれって結構大金ですからね。お願いお願いお願い、絶対に返すから。絶対に嫌です。あなたが泣き叫べばいいと思っているくらいなんですから。あなたが泣いて泣いて後悔して旦那さんに嫌われればいいと思っていますから。何それ、ひどすぎ。だって私はなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。そしてなるみさんに迷惑をかけた人は地獄に引きずり落とす。それが決まりです。つまりあなたのことも地獄に引きずり落としてあげますよ。冗談でしょ。冗談ではありませんよ。ゆりは本気で言ってます。なるみさんに意地悪なんかするからこういうことになるんです。私はただ結婚祝いをしてほしいって言っただけ。それなのになんでここまでひどい仕打ちを。ひどい仕打ちって、私たちはただホテルに行く日程をずらしただけですよ。それにそもそもなるみさんはお支払いができないと言っていたじゃないですか。そうだけど結婚記念日なのよ。正直他人の結婚記念日ってそんなに興味ないですね。お祝いしたいなら勝手にどうぞって感じです。めちゃくちゃ仲がいい人だったら話は別ですけど。お願い、もうこんなことはしないから、今回だけお金を出して。お断りします。心配しなくても、旦那様に今真実を伝えましたので。え？旦那様にバレるかもという心配は必要ありません。私がちゃんと丁寧にバラしておきましたので。何やってくれてんのよ。旦那にバレないように必死に話してたのに意味ないじゃん。何勝手に話しちゃってんのよ。いつかはバレることですから、遅かれ早かれ報告されていたわけですよ。どうしよう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 。旦那絶対怒ってる。さっきから無言だもん。旦那がブチ切れた時の反応だ。旦那さんはあなたよりの考えじゃなくて安心しました。そもそも他人のお金で旅行に行こうと考えたことがおかしいんですよ。でもあなたはとても運がいい。なるみさんが助けてくれたんですから。なるみさんが助けた？今回は優しいお仕置きにするようにと言われています。毎回毎回裏の施設行きだったらユリの仕事が大変だからね。誰にでもできる嫌がらせしかできない雑魚だったら許してもらえるんです。雑魚って褒められてる気がしないけど。めちゃくちゃ褒めてますよ。だって命が助かるし拷問もされないんですから。へっ。あなたは旦那さんと離婚してお金がなくなり、働く場所もなくなり、誰からも愛されることなく孤独で一人一生を過ごす。そんな中あなたは男性と恋に落ちる。その人のために必死に必死に働いて、朝から晩まで寝る間もなく、そしてそのお金を持ち逃げされ、やっぱりあなたは孤独で、最後は家で静かに息を引き取る。誰に気づかれることもなく。私の未来を勝手に決めないで。ユリが言っちゃったからにはもうそうなるんです。
言霊の100倍くらいの力を持ってますから。もう他人には迷惑かけません。なるみさんにも迷惑かけない。だから冗談でもそんな怖いこと言わないで。ユリの怖いところでこの未来を言われている人は必ず同じ道を選ぶところなんだよね。マインドコントロールというか、もはや洗脳だよ。洗脳だなんて、私にはそんな力ありませんよ。嘘つき。旦那が怒ってる。やばい。今回のことは後でしっかりと皆様方に謝罪させていただきます。とりあえず今は旦那とお話し合いをしてきますから、後で謝りますから、絶対に変なことしないでくださいね。絶対ですからね。その後、カンナさんは今回のことが旦那さんにバレて、旦那さんはブチギレ。そもそも夫婦喧嘩をしていて、その仲直りにっていうことだったみたい。結婚記念日でも何でもなかったらしいよ。それなのにこんなことになり、旦那さんはもうやっていけないと言って離婚。カンナさんは私とユリに敬語を使って、なんとか最悪な未来を回避しようと頑張ってた。まあそんなことをしてユリの心に響くわけがないんだけどね。結局彼女は離婚して、ユリが言っていたような人生を歩むことに。今運命の相手を見つけたって、朝から晩まで必死に働いているらしいよ。ユリの言った通りになっているのに、カンナさんは、彼はそんな人じゃない。この人は私の運命の相手。ユリさんの言ったような未来は来ない。って、本気で信じているみたい。恋は盲目なんて言うけど、彼女は恐ろしい未来から目を背けているだけなのかも。もちろん痛いのも嫌だけど、誰とも仲良くできず、お金もなく心にも余裕がない。そんな生活って、普通に嫌だよね。私の名前は水木。小学3年生の娘千秋と、去年生まれた息子のひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。最近うちの娘は、将棋にドハマりしていて、将棋教室に通っているんだけど、そこに面倒なママさんがいるんだ。ちょっと水木さん、あなたってお常識がないのね。は？え？心さん、今何時だと思ってるんですか？こんな深夜に。いきなり何なんです？今まで楽しく飲んでたんだけどね。やっぱりあなたの態度気になるから忘れる前に伝えておこうと思って。はあ？あなた、いつうちに挨拶に来るの？挨拶？うち？ちょっと意味がわからないのですが。我が家にいつ挨拶に来るのかって聞いてるのよ。本当にお常識のない人だわ。親の顔が見てみたいわね。なぜ心さんの家に挨拶に行くんですか？そりゃ決まってるでしょ。あなたたち親子は新入りなんだから、ボス親子に挨拶するのは当然です。心さんがボスママだということですか？そういうこと。え、自分でボスママって言っちゃうんですか？なんか問題でも？あの将棋教室では私がトップなの。なんだこの人、面白すぎるでしょう。うちの子はね、将棋教室でもトップクラスの実力の持ち主。そして私は一番派手、一番目立ってる親子なんだから。ボス親子、お分かりになった？いや、全然わからないんですけど。ふーん、千秋ちゃん、この間大会に出たんだってね。そうですね。でも2回戦で負けちゃったんでしょ？うちの子は2回戦勝ったわよ。はあ、そうですか。まあ、うちの子の方が実力があるからね。めんどくさいおばさんだな。で、ここからが本題なんだけど、水木さん、あの有名な信代の漬物で働いてるんでしょ？すごく有名な漬物会社よね。それが何か？私、新作の高級お漬物セットが欲しいの。5セットは用意してちょうだいね。あなた社員なんだし、すぐに手に入るでしょ？私、予約しようとしたら間に合わなかったのよ。それは無理です。は？なんで？社員も購入できる数には限りがありますし、それに欲しい人がたくさんいるので代行もお断りしています。代行じゃなくてよこせって言ってるの。よこせ？そうよ。あなたなんか気弱な感じの人だし、そんなんじゃこれから将棋教室でやっていくの大変よ。でも私と仲良くしてくれるならかばってあげてもいいんだけど。私が弱気ですか？そう。この間椅子に座ってぼーっとしてたの見たけど、気が弱そうよね。それ、花粉症がひどくてくしゃみを我慢してた時か。
こころさん、いつもこんなことしてるんですか？みんなに嫌がられると思うんですけど。別に他人にどう思われようが関係ないし。わかった？とにかく高級漬物セットを何してでも持ってくること。そうしないと将棋教室からハブっちゃうから。水木さんだけならいいかもしれないけど、千秋ちゃんはかわいそうよね。あ、え、確かに習い事ってボスママみたいな人がいるところもあるんだろうけど、自分からボスだって言ってくるってちょっと面白いね。でも心さんはやりすぎだと思うよ。私をはぶりたきゃ勝手にすればいいけど、子供は関係ないじゃん。それに新入りに貢ぎ物を持ってこさせるってありえないよ。でも面白かったのは、私を気弱なままだと思ってたってところかな。ちょっと何その態度。私を誰だと思ってるの？将棋教室のボスママ親子に生意気言うなら追放しちゃうから。分かったらとっとと高級漬物セットを私に献上しなさい。舐めてんじゃないよ。え？はっきり言わせてもらうけどさ、ボスママって何それ？猿山のボスか何か？ちょっと何よあんた。あなたみたいな人に敬語を使う必要なんてないでしょ。しかし本当に根性がねじ曲がってるね。このことは将棋教室の方に報告させてもらうよ。報告って何よ？自称ボスママの心さんに高級品を持ってこいって言われた。持ってこないうちらをはぶるように言ってるってそっくりそのまま伝えるよ。ちょっと待って、何か勘違いしてると思うの。ちゃんと話し合いましょうね。なんか妙に焦ってるね。よっぽど言われたくないのかな。待って、本当に待って、ただの勘違いだから。そっか、わかった。そうよ、そうあんたのただの勘違いなんだから。これだから常識のわからない人は困るのよね。本人は勘違いだって言ってますがって付け加えてあげるね。え？悪あがきみたいで余計に向こうからの印象は悪くなると思うけど。あんた弱気な人間じゃなかったの？何これ、反撃してくるなんて思わなかったんだけど。それ勝手に心さんが勘違いしただけでしょ。悪いけど私は嫌なことは嫌だってはっきり言うタイプだから、明日の朝一番に将棋教室に行くね。明日は休みだし。待って。何？いや、そのほら、ただの冗談なんだってば。ね？ただの冗談なら別に将棋教室に報告しても問題ないよね。いや、ほら、将棋教室側に勘違いされちゃったら困るでしょ。私は困らないから、他人がどう思うがどうでもいいんでしょ。ごめんなさい。私は一時的に心さんの連絡先をブロックしたよ。そして朝一番で将棋教室に行こうとしたんだけど、心さんが教室の前で真っ青な顔をして待っていたから、その場でスマホを使って将棋教室に連絡、事情を説明して外に出てきてもらったんだ。で、近くの喫茶店で LINE のやり取りを見せたところ、心さんは教室側から厳重注意を受けることになったんだよ。数日後。あの水木さん、あのちょっとお願いがあるんですけど。何？そのうちの娘がグレちゃって、あの将棋教室の方から私注意されたんですけど、それ娘に聞かれてたみたいで。だから？うちの娘、ママ最低って言ってずっと怒ってるんです。だから家の中の雰囲気が最悪だし、夫にまで私のしたことを話すし。で、うちの娘は千秋ちゃんがすごく好きらしいんです。ここの将棋教室は小学生の女の子が少ないから、千秋ちゃんが入ってきてくれてすごく嬉しかったみたいで。そんなの私から見てもわかりますよ。え？心さんのお子さんとうちの子すごく仲良くしてますよ。同い年だし、レベルも同じくらいなんでしょう。勝ったり負けたりしていいライバルですよね。そう、それ今まで弱い女の子たちしかいなくてつまらなかったみたいで、男の子たちはたくさんいるけど、やっぱり女の子のお友達が欲しかったからすごく嬉しいって。かわいそうに。え？そんな子供たちの関係を心さんは壊そうとしたんですよ。親が余計なことをして悲しむのは子供たちなんですから。それはでも私たちが一番目立ってたんだから、ライバルなんていらないの。うちの子が一番でそれでよかったのに。結局あなたはそういう人なんだね。まあ私はボスママよなんて言ってたかりをしてくる人、まともなわけがないか。なんですって。それと
たかりをしたの私だけじゃないでしょう。え？実際にお菓子だの野菜だのもらってたみたいですね。本当に最低。てか何様のつもりなの？あなたもお子さんも将棋教室を利用する人間ってだけでしょ。でもうちの子は大会にも出てるし強いし。そのお子さんの頑張りをダメにしているのは心さん自身でしょ。私はただ、はいはい、もう言い訳は必要ないんで。待ってよ、私の気持ちを分かってよ。知るかそんなもん。なんでよ。こういう悪質でずうずうしい人の気持ちなんて分かりたくもないよ。さて心さんなんだけど、その後将棋教室を出禁になったんだ。と言ってもお子さんは通い続けられることになったの。心さん夫婦と将棋教室側で話し合いをして、心さんだけは出禁、旦那さんなら OK ということになったんだよ。でもそれが気に食わない心さんは旦那さんとも大喧嘩になり、自ら離婚届を書いて実家に戻って行っちゃったんだってさ。瑞希と娘千秋の LINE。やったー、ママ今日たくさん買ったよ。おー千秋すごいじゃん。そういえばじいちゃんずから連絡が来てたよ。今度のちびっこ将棋大会、じいちゃんずも見に行きたいって。じいちゃんず大会に参加しないのかな？誰でも歓迎みたいな大会あるよ。そういえば二人のおじいちゃんってどっちの方が将棋強いの？同じ。同じくらい？そう、でも二人とも自分の方が強いって言ってるの。ああ、あの二人なんとなく想像つくわ。とりあえずじいちゃんずに大会の話をしておくね。それじゃこれから迎えに行くから。うん。ねえママ、今日の晩ご飯は何？何にしようかな。今日はんぺん食べたい。はんぺん？そう、ココナちゃんが言ってたんだけど。ココナちゃん、ココロさんのお子さんだね。ココナちゃんパパが作ってくれるはんぺんフライ、すごく美味しいんだって。そっかそっか、じゃあうちでも挑戦してみよっか。うん。3ヶ月後。ちょっと瑞希さん、どうなってるのよ。あれ、ココロさん久しぶりだね。すっかり忘れてた。元夫や娘たちから全然連絡が来ないの。娘が嫌がってるからしばらく連絡しないでくれ、こっちが連絡するまで待っててくれって言われたんだけど。じゃあ待ってればいいんじゃないの？てかなんで私に連絡してくるのさ。だって連絡が来ないんだもの。ねえ娘は元気なの？私に聞かないでよ。だって同じ将棋教室に通ってるわけでしょ。私娘のことが心配なのよ。娘さんの立場を悪くさせたのは心さんなのに何言ってんの？え？心さんがギャーギャー他のママさんたちにたかりをするから、それで将棋教室から離れていった子たちがたくさんいるって聞いたよ。そんなの知らなかったし。あの後小学生の女の子たちが将棋教室に戻ってきて、今はすごく平和なの。心さんができる一番のことはしばらく関わらないことだよ。そんな。その後心さんはずっと放置され続けているよ。そしてココナちゃんとお父さんはというと、なんとお父さんの方が将棋に目覚めたみたいで、今は親子で通ってるんだ。そして初心者向けの大会に出て準優勝していたよ。それを見た千秋に早く将棋を覚えるようにせかされてるの。どうやったら将棋上手くなるんだ？とりあえずにゃにゃまるを膝の上に乗せて本でも読むか。わからん。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。